どうも、ボビーアトレザーのボビーです。ね1週間また始まりましたね。えー、ボビーアトレザーのアトリエからですね、ライブでお届けしております。でですね、えー、きはですね、月曜日比較の話ということでですね、えー、これ、ワニ革バックストラップについて、ちょっとね、お話し、えー、させていただこうかなと思います。ねえ、お付き合いいただければ幸いです。 ね、バックストラップえう、ー、んーとねわかる <laughs> 要はねあのーえー、今ちょうどですね <laughs> 今ちょうどあ,ーあのあの制作作品をですね、えー、作ってる最中なんでねそれで <laughs>「あし損う」 とということですね、えー、ちょっと狭い狭まったあー、ねえー、テーマですけども、えー、今日はそのバックストラップってね要は,要はもう、あのー、ワニの背中のところのおゴツゴツしたところ僕は普段はベルトベルトって言ってますけどワニのベルト部分っていうかね、あのー、キャタピラのような、うんあのー、ゴツゴツしたところですよ、あのーね。今ちょっと僕が持って ボビーアトレザーのザー今のアトリエにあるので最大級のはあこれですね、えー、わかりますかね僕のね顔と比べてみてもあど,ど,ど,ど <laughs> こんな感じねで多分背くでもこうゴツゴツしてるでしょうほらねえゴツゴツ コツコツとしてしでまああのこうこ,こういうこの何とも言えんこのねこうひ、ね、れねなんかこんな感じでね、えー、まあ僕の背丈ぐらいありますけどねえー、まあこれ,これもあのまあまあでかい方ですねあの他あのいろんなサイズがあるんですけどあの種類によってっていうかまあ個体質、まあ、個体質さがねありますから。でまあそれの まあ、あいろんなパーツをね、えーえー、このパーツをですね、えー、構成して、えー、一つの、まあ、世界で一つの作品レーザー作品をお届けしてるっていう,うそんな感じなんですねそういういスタイルです,、えーですね、最近はあまりちょっとあ、ね、僕仕入れに行ったりしてもあまり見なくなりましたけどね一時期はまあ,あたくさん仕入れましたね。 ほん、えー、で、まあ、さくたくさんの作品を、うん、作ってきましたねまあ思い出に残るものですけどねこれはもう10年ちょい前かな10年ぐらいになったつんかな、えー、さっきお見せしたぐらいの大きさのですね、えー、あこ,れこの,このこれぐらいのねもう丸めちゃったけどこのぐらいの大きさのものをですね、えー、バッグにしたんですね。 えこれもですねブログっていうかホームページの方のね、えー、メディスンバッグまあバッグしたいんですけどももうあのもうメディスンバッグっていうあの あの見出しつけてますんでそこの欄にねわーっとこうバック類、えー、入れてますんでねそこで全部今日あのご紹介するのはご覧いただけますんでね詳細はね是非ね、えー、ビビッと来た方ですね、えー、本作品を作ってるんやなということで、えー、まああのご覧いただければ幸いですねちょっと待ってくださいようんとんでですね、えー これももう思い出に残る作品ですけどね、えー、ロングウォレットですよ。うんえー、これもこれはいろいろなパーツをつけてるんですけどもヘッドカットっていうかこのねあのこの頭のところですよねワニの,のところをモチーフにしてですね、えー、ちょっとこうオパールかなんか埋め込んでですね えー、でまあ構成したんですけどね、まあ、彼このねあのウォレッとの持ち主のですねのジーパンはですね案の定 <laughs> 食い破られてますねあのこのヘッドカットのねこのおご,つごつごつのおまあ,あこのここのねわかりますこのこのここが硬いんですよこのクラウンのところですねここが硬いんですね。 でここですね、えー、やっぱりジーパンにいつもポッケに入れるでしょ。で,でまあ滑りド海にはなるんですけどやっぱりこうね、えー、車を当時運転され,されてた方なんでね、えー、もうね何回か、えーはいまあ、東京行くたびに一緒に食事してたんですけどねそのたびにジ <laughs>、えーすあのパンはですね食い破られてましたね。はい でまあ、あ最近これ去年かなあの制作させてもらったこれはあの要は背中のところっていうかあ場所を構成して作った財布ですね。あのこのふうにですねあの背中の部分とお腹の部分とこ,うこう切り分けるんでしょうねそのおあのバッグとかいろんな小物とか制作するに。でまあよく皆さんがねあのあのワニ側のバッグとかワニ側のお財布とか。 まああのー、そこそこの価格のやつあるじゃないですか、えー、それはもうお腹のとかねベリーってみんな言うんですけどそこはほらつるんとしてるんであのあの上質やしあのフって言うてねあの四角いような、ね、あのこうろこのようなお腹のねこう,こういうところなんですけどそこのところねやっぱそっちの方がやっぱり、あのー、滑らかな感じがしますしねそれで、えー、そっちの方はあよく巷でもミル パターンですけどもおどっちかというとこの、ね、バックストラップというかこのベルト部分というか背ワニの背,ワニ、ね、背中のワニ背,背中のワニの背中のところ、ね、はあのー、どうしてもねあのー、ダメージが来るていうか、まあ、癖が強いじゃないですか。ね、それでも、あのー、まあ一般的にはあんまり、ねえー、好まれてないのかなと思いますけど。お ボビーア・アレザーにとってはです、ね、大,好ですね <laughs> 大好物なんですよ。ね大好物なんですまあ多分この動画をご覧の方もきっと触手がピピッと動いてくれるとお僕はそう信じております。はい、でですね、えー、まあこれも去年制作させてもらった思い出深い作品の一つですけどもね、えー、バッグですね。 これはあのショルダーの部分をですね何、えー、ていうんですかあの全部そのバックストラップでねまさにバッあのストラップですよね <laughs> えー、斜め掛けの。うん、でねあの前回見たらまあこんな感じでまあまあこんなこれのねあのこういう感じのギターストラップはねあの ありますよ、ねあの,ーまあ、あの商品としては販売されてないでしょうけどレニー・クラビッツのライブの写真かなで僕は見ましたねあ、あのー、こ,このどん底で、えー、あのフライング V かなフライング V にもあのこのおワニをおつけてですねワニだらけなワ,ワニの, <laughs> の、えー、フライング V& ストラップですよね。 非常にこうクールなあーもう僕も作りたいなって思いましたね、うん、そういうリクエストもね募集しておりますんで <laughs> えー、あの個人的にもこの作りがいのある作品でしたね、えーまあ、ちなみに後ろから見るとこんな感じですね。 えー、あのエレガントですよねあのこの流れというか、うん、非常にエレガントで,で、まあ、あのこれもですね、えー、ホームページで、えー、僕のブログの方ボビー・アドレザーのブログの方でね、えー、ご覧いただきますんでねあの詳しく載せてますし、えー、それであの、まあ、あの構造とかあの見ていただければと思いますね。 あの言ん,んですかね、えーまあ、写真だけでは伝わりにくいところも多少あるんですけども、えー、さっきも、まああのバッグとかもそうなんですけどねあのなかなかあのパンチ効いてますから <laughs> あのディティール、ね、もうディティールをご覧ください。ねえー、でまあこういう,こうちっちゃいのねちっちゃいのもあるんですよ。 もう本当にねちっちゃいこれ,これくらいのベルトっていうかね本当にちっちゃいのそれはねこういうあのあの iPhone ケースみたいなのにねえ使ってますけどまあまあ僕はもうベープを入れたりするにたまにえ使うようにしてますかね iPhone も大きくなったんでねうんまあこ,これも腰からぶら下げてますねたまにはいうんなかなかいいですよあとこれのちょっと上の方っていうかあねあのこうベルト同士とかあるでしょその部分の細いやつもね あのベル、えー、と僕ね腕時計のベルトとして使ってますねコツッとねもうだから、えー、このバックストラップのこういうところにブレスレットみたいなもんですよそこにもう腕時計の,あの時計が乗っかってる感じ取り付けてる感じですねそんな感じで、えー、作りましたねあこれもあっ、ね、これもですね え非常にえ <laughs> あの思い出深い作品になりましたこれも「ロングウォール」でもう世界一最強かなと言うて当時ねえ言いながらですねあのこれパカッと中開けたらまたあのなかなかパンチ効いてるんですよ <laughs>。ねえ真っ黒やのに内側にあのダイヤモンドパイソンを張り詰めてますからね。 これもねいろんなパーツ全てこのウォレットチェーンもですねバックストラップっていうかそのパーツをね使わせてもらってます。でその他にもですね今ちょっと待ってださいよまあ今ねちょうどこのね制作途中のねこれもね あともうちょっとした完成かな、うん、あの干柄ずっとねこ,のこういう放送後のあする前には間にはずっと作ってますけどねそれとか、えー、これも僕の初期の頃ですからね、えー、革ジャンを初めて作った時に、えー、こんな感じでね、えー、袖にのカフスのところにねこんな感じで、えー、取り付けてますあのあの取り付けてますね。 はい、でですねえー、っとっ、えー、こ,これもこういう使い方もありましたね、えー、これ、えー、レザーベーストですねこれはここにこ,こ,こうヘッドカットってこう斜めにこう竜のようにですね、えー、こんな感じでねぐるっと回っておあの、えー、ここに、えー、来てる感じですねね。 こうちなみにあのこのレーザーベースはですね、えー、中部剛さんのドラマーのです、ね、矢野和成さんね、えー、がですね、えー、もう6年前になるんですかね、えー、になかな夏のね8月の富士山でねオールラインドライブをされた時のですね、えー、その時にヘリコプターからあーね降りてきて。あ 時のジャケットですねレザーベースです、ね、えー、っと例えばもうカラオケもずっと生きてないですもしカラオケとかりね中渕さんを、ねえー、熱唱したい場合はですねえー、っとね、えー、ライブ版の方で「えー、ジャパンを歌ってくださいほんならその時の,あの映像が出てて矢野さんがこれきれ、えー、ですねたたいてますんで <laughs>、うん、なんかあの。 すすごい嬉しかったですね、えー、もう本当にいま、えー、だにね、えー、まあもう歴史に残るようなねあのもうすごい体験をさせてもらったなと思いますね、はい、そういうコンサート、ねえー、でしたけどでまあ,あのそのバックスラップとかこのヘッドカットとかが好きすぎてですね、えー、まあこれオリジナルのね、えー僕 商品なんですけどね、ボビーアトレザーで開発したものなんですけど、えー、このやっぱりこうどうしても、えー、こういうところがね柔らかいので、えー、こうねこれは真鍮製なんですけどね、でこういうヘッドカットですねベルトのバックルとしてですね、えー、デザインしてオリジナルで作っています。これはなかなかいいですよ。うん、あのー、多分これ作ってるのはボビーアトレザーだけですから。<laughs> 世界広しというのもまあね、えー、あのマニアックな方はねお題頂きましたねいろいろね、うん、あのまあほんに、えー、ワニ好きにはたまに、まあ、ワニが好き言うたらやっぱりねやっぱヘッドカットっていうかあのこのうん。 やっぱり、えー、このちょっとねこれ黒いからあのー、この映像がね映しづらいんですけど、うん、これはね、えー、やっぱりワニっぽいですよね、うん、ワイルドワイルドですよ <laughs> まあそんな感じでねあのー、まあこうこれをね扱うにはでも,でもこうキャタピラのようにこう,こうは柔らかいんですよねこの,この動きは柔らかいんですよこんな感じでねこうスムーズなんですよね。うんあとはまああの いかんせんこうある程度の硬さはいるんで、まあ、ミシンは100%無理ですよねミシンで留めるのもね、まあ、手縫いかあ僕みたいに、えー、ボビア・トレザーみたいにあのハンド・ステッチで留、えー、めるような感じがまあ僕的にはあそうかなとあ,ありかなと思いますねこ、うん、こういういいとこが柔らかいんですよねだからまああの,だいたいあのベルトの部分で、ね、ウエスタンとかここだけカットして、えー、なんかねバックルにされてますけどね やっぱ、ここが、ここのいびつさがいいんですよね。やっぱ、不均等なものって、えー、そそられますね。うん、いびつな。僕はもう、いびつなものが好き、ボビーアトレーザーはいびつなものが好きなんですよ。本当に。うん。<laughs> そこがロックなんですね。うん。あ、今日も、徳山さん、ご覧いただきありがとうございます。えー、大好物でございます。ね。わかるでしょ <laughs> やっぱりね、あのー、まあ、最近はね。 うういうのはあんまり見なくなったんですけどあのやっぱ普遍的にずっとこれがね、えー、あり続けたいあり続けたいしあのこれほどのインパクトのある素材はないですしあのまあ主観的な僕の主観的なこと,、えー、ところはね、えー、十分入ってますけどね。 そんな感じでですね。えー、まあこれからもね、この放送が終わってまたあの制作に入りますけどもね、続きに。えー、今日はですね、えー、ワニガーのバックストラップ、ね、それについてお話しさせていただきました。あ、犬山市で、えー、リトルフィールドっていうところでワニが食べられます。あ、いいですね。 あのね、僕が記憶してるのはですね、あのー、大阪のねお好み焼き屋さんでゆかりっていうところが梅田にある,あるんですね昔ゆかりでですねもう相当昔ですけどアリゲーター焼きが売ってましてその時たまたまなんて言ったんでしょうね、うん、美味しかったですよ、うん、やっぱワ,ワニの肉っておいしいですね、うん、あの癖はあるんでしょうけどあのお好み焼きにしたらいいははは あのこう食感というかそんな感じでしたねはいへえ <laughs> かねえー、もうちょっとこ一般的な感じになれば一般的になることは多分ないかだけどお、ね、やっぱりこうワニ側っというのはやっぱこうレザーのエキゾチックレザーの中でもあのトップの子に君臨し続けてますからねうんやっぱりワニのものっていうのはあステータスがありますよね、うん、まあねあのこういう バッあのこういうねえー、この辺のねえー、ワニをですねええー、でなんか作品をお,お考えの方はですねえー、正直あの経験値がありますんでね <laughs> かっこいいのを制作させていただきますんでね、えー、いつでも連絡いただければ幸いですそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ